皆さんこんにちは、評論家の荻上智樹です。今日はメディア論の話の中でもある理論についてお話ししたいなというふうに思います。その理論というのは没個性化という言葉です。没個性化というのはどういった意味合いかというと、個性がなくなるように変わるということですね。没個性化、個性化っていうと何かその人の個性というものが芽生えるというような意味合いかもしれませんが、没個性化というのはその逆で個性が失われるという意味合いです。こういった言葉はどういった文脈で使われるのかというと、主に誰かを攻撃する、そういった心理を読み解く際に使われるんですね。例えば、これまでも様々な社会心理実験が行われてきました。なぜ人は残虐になれるのか。こうしたような疑問に対していろいろな研究者が取り組んできたんですね。で、よくある実験としては、例えば、ある電極とボタンをつないだ装置を作ります。で、その電極の先には別の被験者がいるというふうに説明をされます。その人につながっている電極のボタンを押すのは別の実験者であるあなたです。というふうに説明されるんですね。で、相手がクイズなどに間違えたらボタンを押してください。電流を流してください。というふうに説明をされるんです。で、その際、例えばその実験に参加をしている教授であるとか、あるいはその実験の指導者にボタンを押してください。大丈夫ですから。ということを言われ続けると、相手に痛みを覚えさせるものでもあるにもかかわらず、人は押し続けてしまう。というようなことを様々な実験で明らかにしたんですね。で、この実験のスキームというものを使って、どういった時に人はよりボタンを押すのかであるとか、どういった時に人はボタンを押すことを躊躇するのか、そうしたようなこともいろいろと実験してきたわけです。例えば、目の前で苦しんでいる人がわかる状況と、壁を隔てて叫び声だけが聞こえてくる状況とではどうなのか。これは声だけの状況の方がボタンを躊躇なく押すようになるわけですよね。それだけではなくて、例えばそのボタンを押す側、つまり実験に参加をしている人、その人のネームプレートにその人の名前を書くのか、それとも12304みたいな格好で適当な数字を振っておくのか、そのことによっても実はボタンの押す度合いというものが変わるということが分かったんです。つまりこれこそが没個性化なんですね。いくつかのポイントがありました。一つは壁を隔てて被害を受けている人と自分との関係性が分からないようになっている。つまり自分が匿名的な状況であるというのも没個性化の一つのポイントになります。でもそれだけではありません。もう一つ、実験の設計者である教授であるとか、まあ、リサーチャーから大丈夫ですよというふうに言われた。つまり責任が自分のものではなくなったんです。自分の個性で押しているのではなくて、私は人に言われて押しているんだ、権威に言われてやむなく押しているんだという状況が生まれるわけです。これはまた一つ没個性化の特徴ですね。また自分のネームプレートが名前ではなくて番号になったということも一つのポイントになったりします。つまり自分自身の個性というものを忘れて、あくまで自分は別の役割を担っている存在なんだ。あくまで自分は実験体ナンバー1なんとかである。自分は荻上智樹としてボタンを押してるのではなくて、実験体としてボタンを押してるのだから自分の責任ないというような格好で、いくつかの没個性化ポイントがあるということが分かったんですね。こういったようなそのポイント、とっても身に覚えがあるのではないでしょうか。つまり、ネットの匿名性です。ネットの匿名的な書き込みは、そうでない書き込みと比べてエスカレートがしやすいということが様々に分かってきました。もちろん、実名でも罵倒する人はいます。ただ実名と匿名、あるいはその匿名性や没個性化のあり方によって攻撃性であるとか書き込み頻度などはやはり影響を受けるということが今では分かってきているんですね。そうするとそうした書き込みを行う人たちの没個性化に着目をし、なぜそのような没個性化が起きるのかということを考えなくてはいけないわけです。なおかつ没個性化というのは単に匿名性の問題だけではありません。実名で書いている人だろうが匿名で書いている人だろうが没個性化は起きるんです。どういうことかというと、それはモラルとか規律の問題です。例えば、こんなことを世の中が許さないと思うよとか、この時間にそういったことをすると迷惑になると思うよというような仕方で他人を批判するような書き込みって多くありますよね。この書き込みにも実は没個性化が紛れているんです。というのは、私はそれは嫌です。私の考えとそれは合いませんというような、その人の個性から発揮されている発言ではなくて、世論であるとか道徳であるとかみんながそう思うよとか迷惑というような大きな主語を持ってきて語ることによって、その攻撃というのがエスカレートしていくことになるわけです。人が別の誰かに対して攻撃をするというのは、後ろめたさであるとか居心地の悪さも伴うものです。快楽もあるけれども居心地の悪さもある。そのバランスによって私たちはいろいろな行動を変えていくわけですね。ところが道徳とか世論とか大義が伴うことによって、その本人の個性というものが交代していく、没個性化する。するとその本人というのはあくまで何かの権威から、何かの権力から語っているというようなポジションを取っていくことになるわけです。
そうすると主語が自分ではなくて大きな他人になっていくので、攻撃がどんどんエスカレートしていくことになるんですね。先ほどの実験の話で言うと、教授が言ったから、リサーチャーが言ったから、これ押しても問題ないというふうに言われているから、というような言葉を信じて、目の前で叫んでいる人のことを考えないということが起きたりするわけです。つまりそれが残虐性を助長する。没個性化によって人は攻撃性を抑制できないようになっていくということになるんですね。そのネット上の書き込みが匿名で行われているから没個性化が進むのかというと、それだけではありません。それ以外にネット上の書き込みというのは、しばしば権威によってこの人は攻撃していいというようなムードが作られていくんですね。となると、みんなが叩いているから、オピニオンリーダーが叩いているから、というような仕方で攻撃がこうエスカレートしていく。そのような現象がサイバーカスケードとか、俗な言葉で言うとネットイナゴであるとか、まあ炎上であるとか、ウェブリンチであるとか、そうしたものにも繋がってくるということになるんです。果たしてその言葉というものは、没個性化していないかどうか、そうしたことに立ち止まって考えることも必要になりますし、また、そのメディアの特徴は、人々の没個性化を促してはいないだろうか、というような観点で、そのメディアの特性や癖というものから距離を取るということも重要になってくるわけですね。この没個性化、ツイッターを使うのか、ヤフーコメントを使うのか、それとも2ちゃんや5チャンネルなどの掲示板を使うのか、あるいは顔を出して行うズームなどの場所で発言をするのか、それぞれの場所によって没個性が起きやすい空間と起きにくい空間、起きやすい状況や起きにくい状況というものがあります。そうしたものに自覚的になってコミュニケーションをすることによって、過度な攻撃を抑えるというような観点も必要ですし、そのメディアの特性というものをアップデートしていくということも必要になるわけですね。この没個性化、心理学や社会心理の世界でよく使われる言葉ですが、メディア論においてもとても重要な言葉です。この言葉に着目をして、日々のコミュニケーションもいろいろ点検してみてはいかがでしょうか。荻上でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。